1日目体重測りたいと思います。これ全然体重計乗ってないからちょっと怖いな。いきます。あ、意外と携帯が 0.2 ぐらいあるんで、まあ意外と増えてないかな。なんか思ったより増えてないけど、まあでもこの体重だとちょっと動けないかなって感じです。じゃあ練習に行ってきます。おはようございます。写真を撮ってきた。草？何それ、やばやばいよ今日。私何ヶ月ぶりかのちゃんとした練習なんだけど、さあトレーニングになるでしょうか。それな。頑張ってついていくわ。
というか、今日はここまでで、とりあえず意外となんかパワートレーニング的な補強はできたんですけども、なんか体操が胸周りとかもやばくて、めっちゃ頭がキラ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 、腰がめっちゃ見えてました。とりあえず体中が痛いです。戻るかな。なんか意外と跳馬はできそうな感じで、やばいのがバー、シュタルダーができる気がしないのと、床もなんかちょっとまだ足が痛いんで、めっちゃ技落とす感じになるかなって思います。体の感じで言うと、なんかずっと柔軟とかパーソナルトレーニングはしてたので体は大丈夫なんですけど、やっぱ体操の負荷がかかると関節が痛い。体操ってすごいなって思いました。ももの裏の筋肉がめっちゃ落ちてるなって。あとは体幹と腕はそんなに落ちてないかな。これ引退したら削ぎ落としたいんですよね、私。でもまだちょっと必要だから、この立派な腕を。倒立はね、意外といけるかな。補強とかも結構いけたんですけど、まだ1日目なんでね。体重落とさないといけない。そんな増えてはないんだけど、今の体重から1キロ落とせば、 NHK 杯、2021年の5月にやった NHK 杯と一緒の体重になるかな。で、まあ欲を言うと本当は3キロ落としたいんですけど、まあとりあえず1キロ、2キロかな、2キロ減らしたいかなって思ってます。これからどうやって復帰していくかを楽しみにしていてください。